葉にある姫金龍さんっていうチキン屋さんに来てみたんだけど、何食べますかね。まあお腹ペコペコすぎて、でもさ、チキンだけでもめっちゃいっぱいあるね。また始まった、始まった。ご飯1個頼む。いいよ。セットとかがあるのかな。さっきは2週間前からずっとチキンが食べたいって言ってたもんね。骨なし？ね、骨なしを1個頼んで、骨ありもっと食べたくない？いいよ、あなた骨あり好きでしょ。トッポギとチキン頼む？そうする？うん、そうしよう。普通のフライドチキン、フライドチキンの骨ありのハーフを1つと、おすすめはどれですか？醤油。一応、これが一番おすすめ。じゃこれの骨なしにしようか。いいよ、骨なしのハーフで。骨なしのハーフで、はい。じゃあ、チーズトッポギ。チーズトッポギ、はい。韓国の人が美味しいって言ってたから、お店の人の制服がさ、警察官みたいな、うん、お店はこういう感じよ。結構広い。あ、最近できたのかな、見たことないよね。髪型いい感じじゃない？いい感じ。この間私が Vlog で撮った、新大久保にある友達の美容院で、今日朝子の髪の毛切ってもらったんだけど、かわいい、いい感じ、うん、ありがとうございます。これめっちゃ好き、梨ジュース。梨ジュースずっと飲んでるよね。梨ジュース大好きなの。確かに梨ジュースずっと飲んでる。乾杯。乾杯チキン。なんかさ、お店の雰囲気がなんかイテウォンにあるさ、お店みたいだよね。いつも何ご飯とかしてた？なんかご飯して、でその後遊びに行ったりとか、なんかイテウォンにあるクラブなんだけど、まあゲイクラブで、韓国の女の子のガールズグループとかの曲がずっと流れて、みんなひたすら踊るみたいなクラブがあって、そこ大好きで、好きそうだよ。そこが大好きで、そこによく行ってた。なんかその前にご飯食べたり、ゲイバーやってる友達がいたりとか、あとヒップホップのクラブで DJ やってる友達がいて、でそれで行く前にご飯食べたり、で終わってご飯食べて、めっちゃ美味しい。その玉さんの店あるんだよ、伊藤に。え、行こう。来た、めっちゃ美味しいとかあった。行きたい。美味しそう。チキン、めっちゃいい匂い。これが醤油チキンだって。醤油チキン、なんか一番人気メニューって言うね。これはあれだね、あの梨、梨バージョン、これ梨バージョン。これ梨、食べますか。食べますか。こんな感じ。チキンちゃん食べて。これ骨なしだよね。どう？うん、美味しい。でもなんか日本の唐揚げっぽいかも、これ。うん、唐揚げ、うん、美味しい。うん、タレが美味しい。なんかタレにつけた唐揚げって感じじゃない？うん、美味しい。いや、美味しい。あれ？なんか辛いのないかな？辛いソース。うん、あ、呼ぶとこれするんだ。なんだ、すいません、なんか辛いソースか唐辛子みたいなのって。別でなくて。わかりました、なかった。辛いの頼んでもいいよ、一番辛いやつ。食べれないよ。挑戦してみるもありだよ。いや、いい。でもちょうどいい、この量。え、めっちゃ美味しいよ。うん、カクカクね、うん、ご飯と合う味だ。うん、ちょっと和風だね、うん、なんか、うん、それだからか。っていうかさ、なんか他のやつとか来たらさ、写真撮ろうかなと思ったけどさ、うん、もうほとんどなくなっちゃった。うん、ビビクがある。あるでしょ、うん、切ってみる、うん、ちょこっとだけ食べてもいいし。来た来た。こんな感じ。何チキンだっけこれ。これはフライドチキン。普通の味なし。基本のオリジナル。美味しそう。わさびマヨソース、塩。これ普通のマヨネーズ。マヨネーズかな。うん。骨ありだよ、これは。ね、いただきます。どう、うん、熱い、熱くて食べてない。うん、でもサクサク、うん、赤い、赤い、熱い、なんかちょっとスパイシー、うん、辛いよ、辛い、うん、なんか胡椒とかのスパイシーな感じ、うん、あ、骨付きの方が好きかも、ここ、うん。でもさ、ここ最近さ、チキン食べたいってさ、うん、ちょこちょこ入ったりしたじゃん、うん、それと比べたらいいでしょ。美味しい。やっぱこういうスタイルが好きなんでしょ。韓国のフライドチキンが好
って韓国のフライドチキンなんかどんどん進化してね、うん、どんどん美味しくなったよね。わさびマヨめっちゃ美味しいわ。こんなんさ、なんかいっぱいみんなで来てさ、いろんな味食べたら絶対いいね。意外と普通の日本人の人からすると辛ってなるかも。辛ってなるよね。なんかお菓子みたいな味、うん、お菓子トッポギ楽しみなのね。てかさ、これトッポギのソースつけてたからめっちゃ美味しいよね。絶対美味しい。あ、美味しいね。生き返ったね。なんかそれチーズチキンとか、うん、バレーのチキンとか、なんかそういうのじゃなくて、本当に韓国のフライドチキン食べたいっていう人はいいかもね、うん、なんか私さ、ちっちゃい時にさ、お母さんとかさ、チキン食べれなくて、だからあんまりこういうチキンをちっちゃい時に食べたことがなくて、あ、だからあんま鶏食べてないのもあるし、だからどうやって食べればいいかあんま分かんないんだね、うん、あれはケンタッキーとか食べてないですね。チーズトッポギとチーズボール、うん、あっ、熱い、熱い、チーズ割ったバカだった、大丈夫、美味しそう、このまま食べたい、うん、このまま行きたいね、うん、行っちゃって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 、うん、撮ってみようか、ありがとう。っていうかさ、逆にさ、持ってないと撮れないね、これ。撮れなくない？そう、撮れない。すごくない？すごいね。でもまずチーズが、わー、チーズがすごい、すごい、うんうん、中もチーズ、外もチーズ、おいしい、おいしいね。チーズボールおいしい、うん、うん、チーズボールめっちゃおいしくない？うん、おかげは、うん、どう？おいしい、普通？あさこちゃん素直なんです。そう、私はね、ちゃんとね、きり言わないとね、美味しい美味しい。好みもあるけどね。でも美味しくないとは言ってないもんね。普通って言ったもんね。うん。チーズボールが一番美味しいかも。私は好きだけどね。本当に？私あのあそこに似てる、韓国にあるシンジョントッポギっていうトッポギ屋さんのトッポギに似てる。似てる？あ、そうなんだ。こうプルプルしてる、なんかこう。なんかちょっとあのプルプル系トッポギ。プルプル系、餅っぽくないよ。私は好きだよ。あ、そうなんだ。あ、あれだ、よっきトッポギみたいなのが好きなの、多分。そう、もちっぽいのが好きでしょ。なんか、超もちみたいな感じ。別に私、いい人になろうとしてるわけじゃないからね。本当に、うん、大丈夫だよ。素直に。やってくらい、でも逆に言えば、あの、それぐらいお店によって味も、違うってこと？意外と同じ料理なのに全然違うなんて、結構あるから。日本でチキンこんな食べる文化ってないよね。ないね、全然ない。クリスマスにさ、それこそケンタッキーぐらいじゃない、日本で、うんうんうん、食べるのって。唐揚げ食べないよね、食べないんだから。あんまり食べない、うん、そうだね、うん、唐揚げかハンバーグだったらハンバーグ食べる、ね、うん、定食屋さんで、うん、また韓国近々行くから Vlog 撮ろう、うん、食べ歩く、わかる、最高。もう結構食べっぱなしだ、はい。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。めっちゃ。やっぱ傘持ってくるべきだったか、家から。はい、ここ？バーベキューチキンだっけ？ハニーガーリックも美味しそう。あ、ハニーガーリックとフライドの日本チキンですね。そうしようか、フライドを食べ比べにしようか。いいよ。ヨゼトッポギもあるよ。ヨゼトッポギもある。いらない。この後あれだよ、10円パン食べるんだよ。10円パン、トッポギも、あれも食べないと。10円パンとあれも食べない。ホットック、ホットックも食べないと。わあ、いっぱい食べなきゃ。もう2軒目に来たとは思えない量だよ。やばい、見て、おっきい、すごい。音を聞かせて。うん、おいしい。これ、これは食べなかった、うん、めっちゃ美味しい、すごいジューシー、すごいジューシー、めっちゃ美味しい。甘い、甘いけど、でもなんかガーリックが結構効いてる、うん、脂っこくないね、うん、めっちゃ美味しい。私もココチキン好き、うん、すごい量、1個がさ、めっちゃでかいの。蜂蜜とガーリックか、ハニーガーリック、ハニーガーリック、ボリュームすごいね。やーへ、よかった、食べたかった、よかった、うん、でも美味しい、うん、
今度ゆっくり来て、いろんなメニューを制覇したい。ここロゼトッポギとかあった。ほとんど綺麗に食べました。もうお腹いっぱい。美味しかったからテイクアウトしました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。すごいね。でもこんだけ美味しかったんだね。めっちゃ美味しかった。家で食べたいぐらい。私のタイプのチキンだった。雨が降ってるね。うん、寒い。ちょっと寒いよね。一瞬だけこれ持っててもらってもいい？ごめんごめんね。何買うの？チーズホットクでしょ。ホットクだった。ホットクを買いたかったの？そう。できました。おいしい。おいしい。熱い。すごい、なんかあさこの彼氏の目線ってこんな感じなんだろうなって感じ。あさこと新大久保でホットク食べてきたように。使っていいよってやつ食べる？食べる。あ、一口食べたい。もちろん。待って、今食べやすいよ。あ、おいしい。おいしいよね。うん、ハムチーズとかね、甘くないのもあった。へえ。これ何？蜂蜜？チーズ。蜂蜜チーズ、うん、へえ。おいしい。私もなんか買ってこうかな。うん、今日ちょっと寒いから、あったかいの、ちょうどいいです。食べてください。ナイスツッコミ。チョコにたどり着かなかった。でもその生地も美味しくない？生地めっちゃ美味しい。美味しいよね。めっちゃ美味しい。超美味しいよね。全体的にチョコ、そんなベタベタ、何いっぱい入ってるわけじゃないから、ちょうどいい感じ。チョコおすすめ、美味しいよ。うん、美味しい。意外と食べやすい、うん、チョコ、チョコ感が程いい感じで、うん、いい。ホットクと私どっちが好き？どっちかな、どっちかな、迷うとこだな。いい食べっぷりですね。答えないかい。いい食べっぷりして。ねえ、話ごまかしたでしょ。無視するみたいな。ねえ、私に聞いたんだ。だって彼氏目線だから。彼氏はあなたでしょ。道歩いてる知らない人にいきなりホットクと私どっちが好きって聞いてたら本当にヤバいやつじゃん。ごちそうさまでした。いや、マジさっきのチキン屋さん、ほんと美味しかったな。ねえ。いや、ほんとああいうのが食べたかったから、超嬉しかった。めっちゃテンション上がってるもんね。テイクアウトまでしちゃったもん、こんな重いのに。だってサイダー1個入ってるからね、これ。めっちゃ重いのよ。サイダーも買ったの？セットに付けてるやん。あ、サービスで？そう。なんかテイクアウトするときにセットになってるんだよね。めっちゃ美味しそう。自分で入ったね。おお、おお、おいしい？めっちゃおいしい。ね、おいしい。食べる？おいしい。食べてみようかな。なんか甘じょっぱい感じ。めっちゃ伸びる。伸びるよね。10円パンって何？なんで10円なんだろう。でも500円っていうね。みやみや、映えるね、これ。映える、うん、もうね、私はお腹いっぱいで何も入らない。なんか、なんだろう、あさこが食べてるのとなんか食べたくなってくる。食べれた。新大久保大満足した。もう今日食べたいもの全部食べれた。チキンの味強いね。もう最高だよ。ほんとにあのチキンが美味しすぎた、うん、だからみんなぜひね、BBQ チキン行ってみてほしいです。本当に美味しかった。というわけで、新大久保ブラブラ Vlog してみました。